それでは次の工程お願いします。酒です。豊ノ梅、はい、from 高知。みりんです。はい、みりん。飛ばすんです。はい、火がちょっと出てます。はい、そしたら次は醤油。はい、
はい、そしたら、ここにあるのがこれが山芋ですね、はい、山芋とトゥナ、これでマグロ山かっけ作っていきます。そしたら、マグロ山かけができましたので試食です、はい、試食タイム。寺田先生いただきます。はい、どうぞ。まずは僕のやり方は醤油ですか。はい、はい、醤油をちょっと入れて、ちょっと香りを出したいんで、柚子ですか。ちょっと、香りを、はい、ワンはツードロップです、はい、それで美味しいですか。はい、寺田先生どうもありがとうございました、ありがとうございました。山芋でした。
はい。これは記載ですね。
豊田先生どうもありがとうございました、はい、これで完了です。梅ペースト、梅ペーストですね。エビと梅干しのペーストのロールです。はい。はい、できました。はい、今日はそうですね、握り寿司を、主にやってみましたけども、どうでしたでしょうか。 Very difficult。 広瀬、寺田先生にはいろいろ教えていただきも、 I hope my skill has been improved for this one day session ですね。これはなかなかいいですね。これ、和田さんが作ったんやろ。いや、これは先生がこうやってやれっていうサンプルです、ね、サンプルで、はい、はい、そういうことです。寺田先生、どうもありがとうございました。はい、はい、寺田上場、そしたらまた次回、はい。